アフリカンシクリッドは、鈴木メシクリッド科の魚のうち、アフリカ産のものを指す。特に第一交代上にある、マラウイ湖、タンガニイカ湖、ビクトリア湖では、シクリッドの種文化が進んでいることで知られる。ここに掲げられた三つの湖は、地理的には近接しているが、各々固有の歴史を持ち、それぞれが独特の形状、色彩、生態を持つ固有種を育んでいる。 これらのシクリットは現地では重要なタンパク源として食用にされるが、鮮やかな体食や多種多様な生態から熱帯魚としても人気が高い。これらの湖の水質は弱アルカリ性を呈しているため、水槽内でアフリカンシクリットを育てる場合、pH 低下を予防する目的で、土材にサンゴサを混ぜると良いとされる。 プロトメラズティニオレイトス海水魚と見間違えるほどの強烈なメタリックブルーをした種類やマウスブルーダーと呼ばれる独特の子育てを行う種類がいる。また、現地語でムブナと呼ばれる岩についた藻類や微小生物を主食とする魚種はブルー、イエロー、ピンクなどカラフルなものが多く、中にはカメレオンシクリットと呼ばれ点て々てと色彩を変化させるものもある。また同様に、 現地語で歌歌と呼ばれるものはプランクトン色の特徴を持つ。タンガニーカコはリフトレイク群の中でも最古の歴史を持つ。体色はマラウイコさんほど派手ではないが、シェル・ブルーダーなどの小・中型種が中心であるが、フロントーサなど大型種にも魅力的なものがある。サイートレイピア・フレントザその全貌は明らかでないものの数多くの固有種が存在し、 ダーウィンの箱庭として有名だが、観賞魚としてはあまり国内に輸入されていないようである。また近年では、ナイルパーチという2メートルを超す肉食魚を食用のために輸入したため、固有種が激減、一部は絶滅したとされている。ナイルパーチは、鈴木アモクアカメカに属し、食用、観賞用として日本へも輸出されている。ありがとうございます。